来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のミスター GT、 ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはジンエンペラー、レガレーラ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくジンエンペラー行きました。続いて前へ行くのはレガレーラ、さらにはウィンマクシーマム、2番ベロキラプトル、その後ろウィンマクシーマム先手を取りました。少し間が空いてセンチュリーボンド、並んで8番インザゴーメント、アドミラルシップ、それに続きます。その隣にボンバデカーブース、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ここにサンライズジパング、その後ろからはアンモシエラ、その外からディスペランザ、ポルトバージ、そのうちに続いています。内からはテンエースワン、黄色の帽子シリウスコルト、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。隣にはタビフライ、並んで17番ミスター GT、 前はウィンマクシーマム、ベロキラプトル、ほとんど差がありません。シンエンペラー3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベロキラプトル、シンエンペラー、その後ろ離れてウィンマクシーマム、4コーナーをカーブして、さあこれからです。シンエンペラー、ここで先頭に躍り出た。残り 200m を通過して、シンエンペラー先頭、シンエンペラー先頭、先頭はシンエンペラー、1着でゴール、2着はシリウスコルト、3着にディスペランザ、勝ったのはシンエンペラー、このレースを制したのはシンエンペラー。スタートしました。レガレーラ好スタート、ウィンマクシーマム、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレガレーラ行きました。続いて前へ行くのはポルトバージ、さらにはウィンマクシーマム、16番センチュリーボンド、その後ろポルトバージ先手を取りました。これに続いてインザゴーメント、ベロキラプトル、そのうちに続いています。これに続くのがシンエンペラー、その隣にサンライズジパング、すぐ後ろにアンモシエラ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ボンバネカーブース、それに続きます。その外からアドミラルシップ、並んで10番シリウスコルト、その外にディスペランザ、ピンクの帽子ミスター GT、 その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはタリフライ、並んで11番湘南ラクンタ、前はボルトバージ、ウィンマクシーマン、ほとんど差がありません。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はレガレーラ、ボルトバージ続いています。離れてシンエンペラー、その外からはセンチュリーボンド、4コーナーをカーブして、さあこれからです。レガレーラ先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はベロキラプトル、ベロキラプトル先頭、先頭はベロキラプトル、1着でゴール、2着はシンエンペラー、3着にレガレーラ、勝ったのはベロキラプトル、このレースを制したのはベロキラプトル。スタートしました。ウィンマクシーマム好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウィンマクシーマム花に立ちます。その後ろからはシンエンペラー、この馬も上がっていく構えです。さらにはセンチュリーボンド、8番インザゴーメント、その後ろ先手を取ったのはウィンマクシーマム、その後ろからはベロキラプトル、すぐ後ろにサンライズジパング、その後ろにアドミラルシップ、その外にアンモシエラ、その外からオルトバージ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはシリウスコルト、並んで1番ボンバデカーブース、隣にはタリフライ、テンエースワン、そのうちに続いています。その外にレガレーラ、その隣にミスター GT、 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これは縦長の展開です。ディスペランザ、すぐ後ろしんがりから湘南ラクンタ、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さあ先頭は依然として15番ウィンマクシーマン、2番手はセンチュリーボンド、ベロキラプトル、3番手後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はセンチュリーボンド、間が空いてウィンマクシーマン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。センチュリーボンド先頭、あと 200m、 先頭は変わってボンバデカブース、2番手はシリウスコルト、先頭はボンバデカブース、1着でゴール、2着はシリウスコルト、3着にインザモーメント、勝ったのはボンバデカブース、このレースを制したのはボンバデカブース。
スタートしました。ウィンマキシン1、これは好スタート。センチュリーボンド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくウィンマキシン1行きました。続いて前へ行くのはアドミラルシップ、フェンエース1、どうやら後方からの競馬。では前の方から見てみましょう。インザゴーメント先手を取りました。並んで16番、センチュリーボンド、ここにアドミラルシップ、ベロキラプトル、この馬もこのグループ。少し間が空いてウィンマキシン1、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。アンモシエラ、そのうちに続いています。その外からシンエンペラー、その隣にレガレーラ、この位置にサンライズジパング、その外にディスペランザ、オレンジの帽子、オルトバージ、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。シリウスコルト、それに続いています。先頭は依然としてインザゴーメント、アドミラルシップ、ほとんど差がありません。センチュリーボンド3番手、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はインザゴーメント、内からはアドミラルシップ、離れてディスペランザ、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はレガレーラ、残り 200m を通過して、2番手はシンエンペラー、レガレーラ先頭だ、レガレーラゴールイン、2着はシンエンペラー、3着にボンバデカブース、レガレーラ見事このレースを制しました。スタートしました。シンエンペラー好スタートを切りました。ベロキラプトル、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してベロキラプトル花に立ちます。その後ろからはシンエンペラー、この馬も上がっていく構えです。さらにはウィンマクシン1、8番インザゴーメント、その後ろベロキラプトル、先手を取りました。間が空いてサンライズジパング、その外にオルトバージ、ボンバデカブース、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その隣にアンモシエラ、すぐ隣にアドミラルシップ、センチュリーボンド、それに続いています。並んで13番、レガレーラ、この位置にパリフライ、その外からシリウスコルト、緑の帽子、ディスペランザ、その後ろ 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。内からはミスター GT、 その後ろにフェンエース1、最後方に湘南ラクンタ。さあ先頭は依然として2番、ベロキラプトル、2番手はシンエンペラー、ウィンマクシン1、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はベロキラプトル、離れてシンエンペラー、間が空いてウィンマクシン1、ここで先頭はシンエンペラー、差を広げにかかります。残り 200m、 シンエンペラー意地を見せる、一気にレガレーラ、シンエンペラー先頭、シンエンペラーわずかに、シンエンペラー体勢有利。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。ウィンマクシン1前に行きそうです。センチュリーボンド、それに続いています。さらにはベロキラプトル、8番インザゴーメント、その後ろ先手を取ったのはウィンマクシン1、シンエンペラー、それに続きます。その隣にアドミラルシップ、これに続いてアンモシエラ、並んで14番、オルトバージ、内からはボンバデカブース、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にレガレーラ、サンライズジパング、そのうちに続いています。緑の帽子、ディスペランザ、その後ろここにシリウスコルト、内からはタリフライ、その外からミスター GT、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続くのがフェンエース1、最後方に湘南ラクンタ。さあ先頭はまだ15番、ウィンマクシン1、ベロキラプトル、ほとんど差がありません。インザゴーメント3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はインザゴーメント、その外からはシンエンペラー、4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はシンエンペラー、残り 200m、 先頭はシンエンペラー、2番手は湘南ラクンタ、シンエンペラー1着、シンエンペラー完勝、2着は湘南ラクンタ、3着にボンバデカブース、シンエンペラー見事このレースを制しました。スタートしました。ウィンマクシン1、これはいいスタートを切りました。オルトバージ、
ノバも好スタートを切りました。ダッシュよくポルトバージ行きました。続いて前へ行くのはウィンマクシーマム、さらにはベロキラプトル、8番インザゴーメント、その後ろ先手を取ったのはウィンマクシーマム、少し離れてセンチュリーボンド、続いていますサンライズジパング、それに続きます。その隣にシンエンペラー、モンバデカーブース、そのうちに続いています。並んで4番アドミラルシップ、その外にレガレーラ、内からはタリフライ、その外からシリウスコルト、黒の帽子アンモシエラ、その後ろすぐ隣にディスペランザ、内からはペンエースワン、並んで11番湘南ラクンタ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。しんがりからミスター GT、 各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。前はウィンマクシーマム、ベロキラプトル、ほとんど差がありません。ポルトバージ3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はウィンマクシーマム、離れてベロキラプトル、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ウィンマクシーマム先頭、あと 200m、 ウィンマクシーマムアドバンテージをキープ、後ろはどうか。2番手はシンエンペラー、ウィンマクシーマムゴールイン、2着はシンエンペラー、3着にレガレーラ、ウィンマクシーマム見事このレースを制しました。